フィリピン軍はフィリピンの軍隊。フィリピンスカートフィリピンは当初はスペインからの独立を目指したフィリピン。独立革命を後にはアメリカ合衆国による植民地支配に抵抗して米非戦争を戦った。この結果としてアメリカ植民地時代のフィリピンは独自の軍隊を持たなかった。1901年には大反乱作戦を遂行するために フィリピン警察軍 PC が創設されたものの、これは治安部隊に止まっており、フィリピンの防衛についてはアメリカ軍の中流部隊が全責任を負っていた。中流アメリカ軍の主力は1913年に設置されたアメリカ陸軍フィリピン部で約1万人の兵力を有し、うち軍数はフィリピンスカウトと呼ばれる現地人主眼兵からなっていた。1934年、 アメリカ合衆国議会はフィリピン独立法を可決し、1935年にはフィリピンの独立方針が認可され、これを受けてフィリピン独自の戦力の整備が決定された。フィリピンコモンウェルスの初代大統領となったマニュエル・ケソンの要請で、アメリカ陸軍のダグラス・マッカーサー少将やドワイト・ディ・アイゼンハワー少将らが軍事顧問として派遣された。マッカーサーらは、 独立予定の1946年までに、常備軍に1万人と、予備役40万人のフィリピン陸軍を整備する計画を立案した。フィリピン全土を10個管区に分けて、有事の際には、各管区で7500人規模の予備役師団を編成、常備師団1個と合わせて11個師団となる計算だった。この計画には、魚雷艇36隻を有する沿岸警備部隊と、 高速爆撃機100機を有するフィリピン、陸軍航空軍も含まれていた。マッカーサーは、計画達成の暁には、あらゆる侵略に対抗できる自衛戦力が備わると評価していた。しかし、財政的問題や主観の不足などから、その整備は父として進まず、最終的にフィリピン軍は、体制未成のままで、太平洋戦争に突入することを余儀なくされた。 フィリピン兵に、ブローニング M1917 へ、機関銃の操作を教えるアメリカ兵日米関係の悪化を受け、1941年9月1日より、フィリピン陸軍の動員が開始された。12月15日編成完了を目途に、10個艦区で、それぞれ1個師団の動員が進められたものの、開戦時点で、各師団の動員状態は2、3が進行した程度であり、 動員済みの部隊も装備や訓練は不完全だった。各師団は3個不評連隊と2個砲兵大隊、対戦車砲大隊などから構成されるはずだったが、訓練まで終えたのは各1個不評連隊程度に過ぎなかった。例えば、11月18日に誕生した第31師団の場合、霊下の第十一不評連隊は九月一日に動員済みだったものの、二番目の 第32不評連隊は、師団戦列に合流したのが12月6日、3番目の第33不評連隊に至っては11月25日に、ようやく動員着手という具合であった。最初の砲兵大隊である、第31砲兵大隊の動員着手は、開戦後の12月12日で、2個の砲兵大隊が、揃ったのは、バターン半島での牢場戦の最中だった。 対戦車砲大隊は編成されないままに終わった。兵器や弾薬の不足も著しかった。これもフィリピン陸軍第31師団の例で見ると、分隊支援火器のはずのブローニング M1918、自動小銃は1個中隊に1丁、師団砲兵用の 75mm 野砲は、小銃機がない8門だけが配備された。小銃と銃機関銃は、それなりに、数が揃っていたが、 旧式のブローニング m 1 9 1 7へ、機関銃とスプリングフィールド M1903、小銃だった。弾薬不足は、訓練にも影響し、9月に動員された第31不評連隊が、最初の実弾射撃訓練をしたのは11月24日という、ありさまだったが、実弾射撃経験なしで、実戦投入された他の多くのフィリピン陸軍部隊よりは、恵まれていたという。 また、フィリピン陸軍の沿岸警備部隊は、イギリス製の魚雷艇36隻の配備を計画していたが、第二次世界大戦の勃発で、イギリスからの輸入は2隻のみしか実現しなかった。代わって、現地生産が試みられたが、1隻完成しただけだった。このほか、フィリピン陸軍兵士に軍事教育を施すときには、言葉の壁も問題となった。共感となった。 アメリカ人兵士は英語しか返さず、フィリピンスカウト出身者などの幹部は、タガログ語を使い、同じフィリピン人でも、一般兵士は出身地域ごとの言語を話した。それでも、次第に信頼関係はできていったという。ユサフヘゲリラを称えるアメリカのプロパガンダポスター1941年12月8日、クラーク空軍基地への航空攻撃を端緒として、日本軍による攻撃が開始され、 フィリピンの戦いが勃発した。本間正春中将指揮下の第14方面軍主力は22日より上陸を開始。フィリピン陸軍はアメリカ極東陸軍と共にこれを迎撃した。しかし、フィリピン陸軍は装備、訓練ともに不足しており、日本軍の迅速な作戦展開もあって、1942年1月2日には首都マニラが陥落した。ただしこの際、 米比軍は、バターン半島への撤退に成功し、以後、4月9日まで、バターン半島での抵抗を継続した。バターン半島の部隊が降伏した後も、コレヒドール島、ミンダナオ島、ビサヤ諸島で戦闘が継続されたが、5月6日、コレヒドール要塞の陥落に伴って、全部隊に対して降伏が命令された。しかし降伏命令が発せられた後も、 元アメリカ極東陸軍の兵士の中には、ユサフヘゲリラを名乗って、日本軍に対するゲリラ戦を継続するものがあった。旧フィリピンスカウトやフィリピン陸軍の装備や、指揮系統、そして兵士たちの訓練と戦闘経験が活用された。このユサフヘとは、アメリカ極東陸軍の当時号ユーザフに由来するもので、ある。ユサフヘは、米比軍の正式区分だった前従管区を引き継ぐ、形で、 軍艦区司令部を設置し、総兵力約2万2000名によるゲリラ戦を展開した。アメリカ軍もユサフフェゲリラの活用を考え、潜水艦などで武器や通信機といった補給物資、連絡員を送り込み支援した。例で、飛島作戦が進行するにつれ、アメリカ軍が武器を供給したこともあり、その数は一気に27万にまで膨れ上がり、初戦において、 有力な戦力となった。連合国軍のフィリピン反抗作戦の際には、アメリカ軍の正規部隊と連絡を取って、共同作戦を展開し、総統戦などで成果を上げた。日本軍が数々の努力をしていたにもかかわらずほぼ無力で撤退していくことになったのは、このユサフフェラの影響も大きい。アメリカ陸軍特殊部隊軍と共同演習を行う、フィリピン陸軍第一師団の兵士。 1946年7月、フィリピン第三共和国が成立し、正式に独立が達成された。しかし、アメリカへの依存関係を脱却するには至らず、軍事的にも、1947年に締結された、暇い軍事基地協定によって、冷戦構造の中で合衆国の反共主義の前線基地として位置づけられ、実質的な独立を達成できなかった。対戦中、 フィリピン軍、アメリカ極東陸軍を母体とするユサフヘゲリラと共に農民運動を母体とした抗日武装組織として福原発布が結成されていた。大戦中は両者の関係は良好であり、しばしば共同して作戦行動を行った。しかし戦後共和国政府は徹底して福原発布を敵対視し,し、1948年3月には ロハス政権によって、福原発布と全国の民同盟は、非合法化され、ルソン島では、政府軍と地主の私兵と、福原発布との間で戦闘が繰り広げられた。福原発布は、一時は首都攻略まで噂されるほど勢力を伸ばしていたものの、アメリカからの軍事援助を受けたフィリピン軍が勢力を盛り返し、 ラモンマグサイサイ国防省による討伐作戦によって1950年10月には共産ゲリラの司令党だったフィリピン共産党が、かしかし福原発布支持の源泉であった農村問題に対する農地改革は不徹底に終わり、1965年以降のフェルギナンド・マルコス大統領による独裁体制に対する反発もあり、1960年代末には、 フィリピン共産党の武装部門である新人民軍及び民族民主戦線1970年にはモロ民族解放戦線が武装闘争を開始フィリピン軍は再び大反乱作戦を余儀なくされることとなったこの一方でフィリピン軍は国連軍の一員として朝鮮戦争に参戦した韓国派遣フィリピン軍は第2、10、14、19、20の 計五個大隊戦闘団より編成され、兵力7500名、国連軍で4番目に大きな勢力であった。また、フィリピン軍は国際連合平和維持活動など海外での戦争以外の軍事作戦にも積極的に参加している。主な参加活動は下記の通りである。国防改革プログラムのロードマップ。フィリピン軍の装備更新は遅れがちであり。 アジア最弱の軍隊と指摘されることもあった。1999年10月、フィリピン国防省とアメリカ国防総省は共同防衛評価計画を開始した。2003年に発表された報告書はフィリピン軍には最も重要な任務であっても部分的に遂行できる程度の能力しか備わっていないという驚くべき指摘を行った。2 0 0 i d は具体的に カキの各領域での問題点を指摘した。2003年10月、ジョージ・ W ・ブッシュアメリカ合衆国大統領がフィリピンを訪問した際、グロリア・アロイオ大統領と共に、ジェイダにより指摘された問題点を解決するための施策の推進を発表した。これを受けて2004年、フィリピン軍はフィリピン国防改革プログラムを発動した。これは国防部門の短期的、 長期的改革を目的としたもので、下記の重要件を備えている。複数年度防衛計画システム情報、作戦、教育訓練の能力向上兵団の、能力向上専門能力開発プログラムの、改良人事管理システムの改良複数年度能力、向上プログラム防衛予算の最適化とマネジメントの、改善専門要員による、国防装備の取得に関する中央管理システム、 戦略レベルでの通信能力の開発、獲得情報管理の開発プログラム PDR は、フェーズ1、下地づくり、フェーズ2、防衛体制の確立、フェーズ3、改革の遂行と制度化の3つのフェーズに分けて進められる計画であった。計画の進捗は、おおむね順調であるが、主に予算不足により、その影響は、期待よりも限られたものとなる恐れが指摘されている。 TDR による機材更新の一環として、作戦機として FA-50 戦闘爆撃機や C-295 戦術輸送機、またドック型輸送用陸艦としてターラック級輸送艦などが配備された。今後は、さらなる国防個人装備の近代化と輸送艦の輸入、及び心臓などを進め、洋上紹介と偵察能力を重視した領海艦視海軍機を導入する。 現状で自立した国防体制と軍事同盟による集団的安全保障体制を両輪とし、共同演習も含むアセアン諸国海軍との交流強化と南シナ海でのフィリピン領島所部への国防体制を最優先とし、新たに輸送部隊やフィリピン海兵隊用基地新設も含め検討しており、当初国家フィリピン共和国の国防体制を 国防改革プログラムに沿って進め2020年代までに強靭な体制を確保し、さらに首都マニラ付近海域での沿岸警備隊も増設し発展させるとしている。フィリピン軍は平時より統合運用を行っている。すなわち、すべての実戦部隊は7つの地域別統合コマンドのいずれかに編入されており、核軍主はホースプロバイダーの役割に徹している。 これは、アメリカ軍の統合軍方式に近い体制である。フィリピン陸軍の英夫婦。フィリピン陸軍は12万名の常備軍を要している。陸軍司令部は、マニラ首都圏タニックのボーニファシオ基地に所在しており、陸軍軍人の最高位は、陸軍総司令官で、中将が捕食される。戦略単位として、師団。作戦単位として、旅団。 戦術単位として大隊が採用されている。師団長は少将、旅団長は准将。師団の上部組織は格闘工軍であるため、これより大規模な陸軍部隊は編成されていない。なお一部の部隊は予備役であるキャフグーによって重当されている。これは日本の即応予備自衛官に相当するものである。特殊部隊としてスカウトレンジャー連隊。 特殊部隊連隊、即応連隊が存在する。フィリピン陸軍は基本的に対反乱作戦を重視した装備体系を採用している。また、フィリピン陸軍には小規模な陸軍航空隊が存在する。ただしヘリコプターの運用は空軍が所管しているため、保有機材は基本的に小型の連絡機に限定されている。ホセリサール級、フリゲートフリゲート、 グレゴリオ・デル・ピラール兵舘支援官、バコロド・シティ州定部隊、MBB505、フィリピン海兵隊。フィリピン海軍は2万2千名の人員、艦艇120隻及び14機の航空機を有している。フィリピン海軍の部隊は、部隊管理上、フィリピン艦隊司令部とフィリピン海兵隊司令部のいずれかのタイプコマンドに属している。また作戦は、 下記のように7個部隊が海軍作戦コマンドに5個部隊が海軍支援コマンド他に7個の海軍支援部隊が編成されている特殊部隊としては海軍が海軍特殊作戦グループ海兵隊が威力偵察大隊を有するフィリピン海軍は現在保有機材の老朽化に直面しておりまた潜水艦を所有していないなど攻防面において 致命的な弱点がある。空軍の FA-50 フィリピン空軍は人員7000名及び作戦機約50機を保有する。また、ヘリコプターの運用も空軍の管轄となっている。2011年現在、タイゲリラ作戦に主眼を置いて、軽武装ヘリコプター及び汎用ヘリコプターが主力となっている。2005年に、海 -5 が退役して、以降、固定翼機は、 コイン機及び系攻撃機のみとなり、戦闘機を保有しない期間が長かったが、国防改革プログラムの一環として、韓国製の FA-50 系戦闘爆撃機12機の導入が決定された。2015年11月より配備が開始されている。また2015年からは、イーズカーサ C-295 輸送機の受領も開始された。中国の海洋戦略による反動もあり、 重要な防衛の要衝である第一列島線に位置するフィリピンでは在飛米軍も呼び戻した上で急速な軍拡を続ける中国人民解放軍に対抗するため自国の軍備も急速に近代化を図るとしている同時に日本から艦艇などの供与も求めているが自国の安全を守る努力はまず自国軍からという大原則もあり輸送能力 平坦能力強化の必要性が国際的な専門家から指摘されている。関係者によるとインドネシア軍などのようにオーストラリアから C-130 型輸送機の中古供与を模索する動きもあるという。フィリピン沿岸警備隊は平時にはフィリピン運輸通信省の機関であり、武装して沿岸警備などを行う法執行機関。 戦時にはフィリピン国防省の付属機関になる。従来はフィリピン沿岸警備隊法に基づき、フィリピン海軍の励下にあったが、1998年4月15日に、大統領令により、海軍から分離され、軍事目的への転用を厳しく制限されている日本、などからの ODA 援助が可能となった。PCG は、日本の海上保安庁をモデルとしており、フィリピン領海などでの海上、 海洋での安全保障や環境保護などの役割も担っている。PCG の予算は2013年度で約46億6500万ペソで約6400名の隊員とオーストラリアから導入した巡視船の56メートル型4隻、35メートル型4隻を主力とする約80隻の船艇5機の航空機を有する。なお、 選定の80隻にはフィリピン水産資源管理庁より委託された監視船14隻も含まれる。移管された PCG 隊員のほとんどは海軍の出身者で日本からの ODAM 助に含まれる技術協力として派遣された海上保安官や在 i メンバーなどが10年以上に渡り法執行機関の隊員としての育成に携わった。日本政府では 自国の規制学上のシーレーン防衛の観点から、通信システムや巡視船の供与などの援助を実施している。PCG は、海難救助のため、海猿をモデルとする潜水士グループを要する。法執行の分野においては、日本の特別警備隊、重機対策部隊をモデルとする、約200名の特殊作戦グループが編成されており、林検、麻薬操作、海賊対策、 テロ対策の任務についている。特に、フィリピンの麻薬関連事犯は深刻であることから、K-9 と呼ばれる麻薬犬、警察犬も特殊作戦グループに所属している。PCG が正式に、フィリピン運輸停止省の組織になったのは、フィリピン共和国法第9993号による。2013年12月に、国際協力機構はフィリピン共和国政府と、 フィリピン沿岸警備隊会場安全対応能力強化事業を対象として187億3200万円を限度とする円借款貸付契約に調印しフィリピン共和国運輸通信省が発注者となりフィリピン沿岸警備隊が使用する40メートル級多目的専従席の建造及び特別予備品の供用2015年5月にジャパンマリンユナイテッドが 丸紅協力により受注。40メートル級多目的船は、ネームシップ BRP ツバタ派警備艇として2016年8月に、PCGA 一番艇が引き渡された。10隻の警備艇は、フィリピン領海を12の管区に区分し、適宜配置する計画である。また、2016年2月には、フィリピン沿岸警備隊会場。 安全対応能力強化事業として2015年11月の日フィリピン首脳会談において多目的船2席を供与を検討するムネフィリピン首脳へ伝えた。この2席の多目的船はマニラと輝んでオーロに配備し、業務を迅速かつ適切に実施するための能力向上を図る予定。フィリピンは中国と南シナ海のスプラトリー諸島の領有権。 海域をめぐる係争を抱えている上、2016年には中国船がルソン島東沖合の浅い海域、ベンハム流域をフィリピン政府に無断で探査した。このためフィリピン沿岸警備隊は2017年5月、日本から供与された巡視船をベンハム流域海域に派遣した。ありがとうございます。